よし、来た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 、そう、来た来た控えめに言って鳥、控えめに言わないと人では撮影させていただきます。よろしくお願いします。はい、というわけでこんにちは、こんばんは、赤髪の友と鳥ちゃんです。はい、はい、こんばんは、よろしくお願いします。今日は南半球で活動されている方の島にやってきました。お、好きに行ってもらっていいですよ。あ、 OK、 ありがとうございます。ではじゃあ行こう、鳥ちゃん。南半球にわざわざ来たのは他でもありません。はい、おー、すごいピラミッドある。すごいな、ピラミッド。ピラミッドなんてあるの、これ。これ欲しいな。南半球だから、これ。いや、関係ないでしょう。これ、友さん、これ確かベッド扱いだったんだよ。嘘、おい、いや、ほんとだ、リングイン、リングイン、すごい。なにこれ、これ南半球だから。いや、関係ない、これ関係ない、リングイン。北半球にもプロレスリングがあります。これ一応 2×2 家具4つ繋がってるからな。ロープセーフ、ロープセーフ、ロープセーフ、ブレイクブレイクブレイク。面白い。じゃあ南半球、わーじゃなくて南半球に来たのは他でもないんですよ。ほうほうほう。この取れる生物が違うんでしょ。違うと思いますよ。いたいたいた、早速いたよ。いますね。ここは何月何日なんだろうな。そっか、日付は多分違うんだろうね。あ、でも違う、日付は一緒か、一緒か、けどあれか、だから南半球でやってるから真逆なのか。さあ、南半球魚一緒。カレーじゃ、秋ですよね、秋、多分今秋、ここは今秋なの。さこい、オッケー、そい、あ、ナマズ、ナマズン、ナマズだって。これいないよ多分、フィッシュ、うん、まだ釣れないですね。調べる。あ、北半球では出ないって、今月は、うん、まだ出ないはず。北半球では5月からだって。あ、じゃあ来月か。来月からだ。南半球は、うん、今月まで出るみたい。ほう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 。こちらは秋なので、スズムシ？スズムシ。スズムシ？あ、スズムシの鳴き声する。嘘、嘘。どこ。右下のあたりで。なぜわかる？なんか釣った。何これ？何釣った？何釣った？え？ティラピアだ。ティラピアじゃない？これティラピアじゃない？ラフト以来だよ。ティラピアだ。ティラピア。スズムシいる、スズムシいる。スズムシいると近くに。おい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 、そこにいる、そこにいる、そこにいる。そい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 、あ、ちょっと待って。そいそいそい、オッケーオッケーオッケー。あぶね、身を投げるとこだった。危なかった。見え見え。スズムシ。まだいるな、これか、この感じ。リンリン、小さな音楽か。え、あ、やっぱ秋なんだ。あ、本当だ。秋だ。こっちにする、こっちにする。やっぱ面白い。松ぼっくりがある。へえ。秋だから。そのあ、どんぐりが落ちてる、どんぐり、もうどんどん拾っていこう。あ、どんぐり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 、拾う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 。ないぞ。あ、これ俺の顔じゃん、きっと。どこ行ってんすか。上ですか。島の右上の方、赤髪の友のマイクラスキンがあった。あ、すごい。ないやで。なんだこれと思って見てたら、俺の顔だった。釣り餌を用意した。なんと優しいかよ。優しい。うわ、何、ちょっと気持ち悪いな。あれ、松虫じゃない。え、スズムシ。あ、違うのか。え、スズムシじゃない。え、これコオロギ。コオロギだこれ、きっと。コオロギ。せっかく南半球まで旅してきたんだ。レア来い。お、でかいんじゃないですか。でっけー。あ、そうさ、なになに、カニ、カニか、それ。上海ガニ。上海ガニ、南半球、やば、やば。ちょっと後でしっかり見せて、それ。はい。あー、もうバカー、もうそっち気になってしまった。なになになに、見る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 。あー、やばい、ちょっと。あ、いいっすよいいっすよ。今、出しますわ。いいよ、そこに出して、多分俺のカメラ的には多分、ぴったり鳥ちゃんがドアップで。ででーん。ででーん。なんだそれ。上海ガニ。上海ガニだ。すげえ。カニ釣れんだ。上海ガニ。食べちゃうよ。北半球にはいないか、調べるか、また。いや、今いないはずですね。いないよね。うん。なんかまたちょっと。あ、上海ガニはこっち北半球だと9月からだって。あ、じゃあだいぶ先だ。エンゼルフィッシュじゃないこれ。エンゼルフィッシュだ。うわ。めっちゃ釣るやん。めっちゃ釣るやん、新種。助かるー。頑張れー。くっそ、俺ちょっと動揺した、さっきの大物逃がしたの痛い。あ、でもでかいの出ますね、そこ。
さあこれどんこや。ほら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 、そい。なんだ？大岩穴。大岩穴は釣れますね今。でもレアだよね。あ、そうですね。そこそこ。来た、キューレツ。大岩穴が出てこんなにテンション下がることなかなかないよ。すげえな。そい。あ、でもその大きさは。何？何あるんじゃないか。さっき俺そのぐらいの大きさでエンゼルフィッシュとかでしたよ。マジ？よし、来いエンゼル。くそ、ここ狭くて難しいよ。よし。あ、大物だこれは。よし、一撃。そい。エンゼルフィッシュ。おーたー。やった。よっしゃ。でっかいの来た。ブラックバス以外。いつもの BB。いや面白いな南半球。うん。新鮮ですわ。新鮮だ。いいなカニ。桟橋行きます？桟橋に行く。桟橋右下にあるのか。右下か。桟橋にすでにでかいやつが野良で湧いてる。なんだって？これちょっと集中しますよ私。走れ走れ。やめろ。やめるんだ。いや金ならいくらでも払う。頑張れ。うるさい。うるさい。よし。鈴木以外。鈴木さーん。でかいの来た。あ、でかいでかいでかいですよ。でかいですよ。これ絶対でかい。でかい絶対でかい。鈴木以外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 鈴木。あ、本当だ。おい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 、なに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 、おいおいおい、いやいや、まあまあまあ、おいおいおい、まあ、あるよ、これあるよ、これあるよ、ある、おい、くっそ。よし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 、鈴木がい、鈴木がい、来い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 、ひらめだ。怒っ、何来てんすかそれ。え、忍者、忍者だよ。あ、でっか、待って、細長い、これこれ、あれだ、あるよこれ、リュウグウ、いや、リュウグウはもう上位決まってるんで、もうあれです、俺は持ってた、俺釣りました、これこの上位でわかります。静かにして、よし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 、頑張れー、細長い、細長い、なにこれ、海のギャングですわ。噛まれたら大変だ、だってこれ、釣れる？北でまだ釣れないっすね、これも。やった、南線限定の釣れた。逃がすのはここで土壌とか逃がしたいんだよな、海水に。いやいや、チュンってチュン、すぐくたばるだろうな。かわいそうだから逃がしとこう。アジ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 、良心的にアジ。あ、そうだ、お土産をね。何それ、いいな。ティラピア2匹釣った。あ、よかった、俺の分までありがとう。あげれないんすよ。いや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 、あげれないんすよ、目の前で食べてやりたいよ。いやいやいや、これと交換しようぜ。いやねえ。いや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 、またお前か。鈴木のが現実世界では高級魚だよ、ティラピアより。あ、そうなんですね。いや、そりゃそうですよ。 その辺の知識はトモさん持ってるから。ティラピアは外来魚ですから。いや、だいぶこれは寄贈するものが増えたな。ね、これはありがたい。やっぱ面白いな、南半球は南半球で。じゃあ次の視聴者さんの島に行きたいと思います。はい、もう一方の島にお邪魔したいと思います。どうぞ。はい、お邪魔します。めっちゃサソリがすげえいる。嘘、これサソリなの。サソリだ。うわ、これサソリなんだ。高い。じゃあタランチュラと同じぐらいだったのかな、確か。どうだったっけな。すごい、じゃあ高いわ。くちばしばっかりじゃねえか、この島。トモさんだけですよ、花。あ、やっぱスズムシいる、スズムシいる、ほら。あー、コオロギ、コオロギ。コオロギ探す。コオロギが欲しいな。いや、でもやっぱ人の家の町、あ、島か、見るの面白いな。面白いですよね。これ釣り、あるじゃん、釣りゲームで。あ、大会ですね。はいはいはい。リメイクするとアジもできますね。コアラだ。コアラ、眉毛つながってるけど、これ。嘘。こっち向いて、こっち。本当だ。コアラ。オズモンドさんですね。眉毛つながってるぞ、このコアラ。すごい。色は好き。作ってますね。ここは、お、すごい。あ、すごい、ここ。綺麗。なるほど、こ、あ、待って、あれ何？あれ、松ぼっくりか。もらう。すごい、そういう感じか。あ、ここ綺麗に整地されてるね。整地してる途中なのかな。こっちはまだ石があったりするから。まだまだ発展途上な感じだけど。あ、なんかすごそう。うわ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 。すごい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 。二段抱きじゃ。二段抱き。二段抱き。うわ、これはすごい。
あ、ここにリスナーさんのこの家を持ってくる感じですね、今ね。あ、引っ越しってこと、ここに。引っ越しみたいですね。あー、なるほど。ここはすごいな、気合入ってるな。待って、カメいるじゃん、上に。カミツキガメが。だから侵入者はここでカミツキガメが首を伸ばしてパッてやるんでしょ。首が伸びるだろうから、一マスぐらいは。そんな伸びる。ここすごいですねと。はあ、なるほど。なんか島クリエイターでこんなこともできますから。こりゃすごいな。うへえ。写真モード。なあ、上見た、見ました、あれ。何上に、うん、そう、上にあれがいる。あ、起き上がりこぼし。ここはピョン太郎。そこにいるの。あ、ここ。あ、サカツくんだ、すごい。あっち側にも滝を。すごい。ここ湧いてきてんだろうな。ここはどうなってるんだ、ここの水源は。下から湧いてるのか、湧いてるんですよ、ここから。か、もしくは、うん、グランドラインの入り口みたいに滝が水を昇る可能性があるから。あ、その可能性？そうそう。その可能性があるの。なんかいるけど、これ何？あの、募金ですね。あー、そういうこと。これ俺も募金できんの？できるんじゃないですか？できるのかな？あ、できる。ぶっ込めるよ、これ。ぶっ込め、ぶっ込め。じゃあ、ぶっ込むか、これ。せっかく呼んでくれたし、協力しよう。5200。所持金の端数、切っといた。あ、じゃあ俺も。5000円入れた。へぇー。やっぱ釣れるな。逃げた。くそ、ま、なんでそっち行くん。くそ、やべ、来た。もう一人来た。来た。おい、こっちだ。おし。くそ。いや、これ、ダイレクト叩くな。ダイレクト叩くな。なんかマイナー。お、父さん、でかい。マジ？行く、そっち。ちょっと。左かい？そうですね。オッケー。ここ。行こうかって。ここ。でかい、これ。ここ。あ、ここですか？あ、そうです。これでかくないですか？でかい気がする。これがブラックだバスだった日には。やばい。ほら、速攻で島を去る。なんだ、ブラックバス以外、緑色以外、うおー、なにこれ、なにこれ、え、待って、これ何、それはもしかして、ともさんこれじゃないですか、さっき吸ったってやつ、なにこれ、パイクって北半球の魚じゃない、あの、北極圏とかにいるような、あ、そうなんですか、すごい、うん、なんていうの、みんな釣ってる、北極のアラスカとかでいるやつじゃないんだ。待て、コロリ。パイクだ。すごい。いいの釣りました。鳥ちゃんありがとう。いい。釣れ高を。釣れ高がすごいな。パイク？でっかいな。でかいか。これ見ませんね。でっかいのいたぜ。ヒラメだな。やめてくれ。来い、何か来い、南半球の主来い、お前が主かでも鈴木は本当に高級魚なんですよ、現実世界だと。そんなにすか。そうですよ、ここでね、なんか知んないけど島から糸垂らせばシーラカンスが釣れるとかのゲームのせいでね、鈴木がおかしなことになってるだけであって、俺はもう本当ずっと昔の動物の森からもう、鳥ちゃん、鳥ちゃん、そのまま前でっか細長い、でっか細長い、これはウツボか、来たー、ひょろしてんな。これひょろってるね。ひょろってるぞ。ちょっとこれ私マジのマジ神の友になりますよこれ。赤を捨てたか。よっしゃマジ神の友。なんかウツボじゃないやつ。やっぱウツボですよね。ウツボですよね。ウツボでしたわ。さっき釣りました。これ鈴木さんだったら俺多分動物の森今から売ってくる。もう決めた。これが鈴木さんだったら動物の森売ってくる。大変よかった実は売りたくない自分がいる。そう。実は売りたくない自分がいるから、そこの葛藤で何か違うの引くかなと思ったけど、タイでよかった。これは鈴木じゃない。もうあえて鈴木を釣りに行く、俺は。あえて。うん、これは鈴木。いや、鈴木にしたらちょっと横幅が広いんじゃないか。鈴木だろ、お前は。これは鈴木ですよ。
鈴木はいね、だって鈴木だもん、俺は分かってたもん、だってさすが、うん、俺は鈴木だって分かってたよ。おー、生キャットフィッシュ。もうどちらかっていうと今沈む前に押してた感じがする。それはアウトですよ。沈む前はアウトだと思う。ここで味を増やそう。いやいやいや、育たないから。え、耐えるから味の家系が。キュンそんななる、キュンチュンってなるから。そうなの。南半球面白いなぁ。面白いなぁ。何？ああ、アサリか。何を見せびらかしたの？あ、それです。あれじゃん、キャプテンの服じゃん。お、今気づきました。今気づいた。リスナーさんがくれたんですよ。キャップだ、本当だ。ほら、縦。うわ、細かいな、その袖を絞ってる感じが細かい。うん、そうです。ファーストアベンジャー？いつのだろうな。うん、なんかその辺ですよね、この真ん中の。そうだよね、その衣装だとね。うん来るぞ、弾薬が逃がす。キュン、イエローパッチだったね、今。ダメダメ、イエローパッチ、イエローパッチやってやったよ。すぐ分かった色で。やってやったぜ、イエローパッチ。南半球面白い。30分よ。あ、来た、細長いた。来たよ、細長いたよ。桟橋からちょっと右行ったところだね。釣るぜ、釣ってくれ。走んないとこ。すい、マジ神の友になります。よし、来た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 。そう、来た。来たー。来たー。マジ神の友やりました。花ひげうつぼ、砂の底からこんにちは。来ました。ひげあったわ今。来ました、花ひげうつぼさんですよ。ザザーン。ひげが本当だ、生えてるね。本当だ。花のようなヒゲだからか。うん。長。長。待ってこれ。これ流れできた。これ上海じゃないの。来た。流れ変わった？流れ変わった気がする。でかくない？上海だろ。ズワイサイズですよ。ああ。え、シンプルに。待って。今のいいやつだったんじゃない？今の速さでダメって。今のそうですよね。今の逃がすってなったら。お、チラピア来た、チラピア来たあ、そうか、チラピアも釣ってなかったか。チラピア釣ってなかった、やったー、よかったよかった。新種、よっしゃ、来た。いや、上海、嘘だ、ほんと？ラスト上海、ちっちゃかった魚影かなり。あ、そんなにっすか。え、マジ釣ったんすか。うん、右上の方。そんなことあります？最後の最後で釣ったよ、最後の最後に。これが実況者ですよ。すげえな、実況者。これがマジ神の友の実況力。あ、いたいたいた、ほんとだ。上海さん。上海さんだ。上海ガニ。でも入れ替えないと。やったー。じゃあ、まあ、ほぼほぼ釣れやすいのは釣れたんじゃないですかね。うん、じゃないですか。じゃあ、ここに鈴木さんをリリース。ちょん。よし、まあ。鈴木は英語でシーバスだから、まあ、バスと似てるようなもんだろう。いや、C の方を優先してあげてください。リバーバスになっただけだ。リバーベア。ブラックバスの立ち位置。いやー楽しいな、南半球。なんかいつも自分たちが見逃す魚影が新鮮。そうですね。見逃すっていうか、その諦める、もういいやっていう魚影が新鮮。うん、いやー、だいぶ図鑑増えたな。ね、ありがたい。いやー南半球面白いな。面白い。では、さよなら。さよなら。さあ、ということで南半球で活動されているお二人の視聴者さんの島に行ってきました。それで魚捕まえたり虫捕まえたり、島の発展を見させてもらったりとか、いろいろやらせてもらったんですけど、そこで一応新種が 1,2,3,4,5,6,7 種類かな、もう手持ちにはないから、ティラピアもか、ティラピアもだ、8種類かな、これでいいかな。あとパイクか、うわパイクもだ、9種類か。この辺に飾る。うわすごい、ナマズはその上に乗せたしな。9種類の新種見させてもらった。うわでけえ。いやーいいですね、ありがとうございます。視聴者さん、またこっちのあの寄贈して説明とかはサブチャンネルの方でやろうかなと思うので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。では今回はここで一区切りにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。